こんにちは、チャーリーです。今回のレッスンは左手の小屈、トップの時点でしっかりこの手首の形ができて、そしてハンドファーストでインパクトする、当たる時にはもうこの形はほぼ必須、スイング作りの前提としてこの形ができたものをどう当てるか、どう打つか、まずこの形ができることがとても重要です。そこでチャゴル的にお寿司の形からこうイメージすれば左の小屈簡単にできるようになる方法をご紹介したいと思います。チャゴル TV 始まるよ。正しいグリップと左の親指の関係は、トップでグリップよりも親指の方が上に来るイメージ、これがお寿司ならグリップがご飯、親指がネタ、こういう関係のイメージを持ちます。トップで左の小屈ができていない方は逆、親指がシャリでグリップがネタ、トップでこの形になってしまうと左の小屈ができません。なのでこうイメージしてみてください。トップに来た時に頑張ってグリップの上に親指が来るようにイメージします。実際は来ません。多分最大でも横並びぐらいしかできませんが、イメージはトップでグリップの上に左の親指を持ってくる、これ僕の中で最大限やってます。実際はまあ全く上には来てませんが、イメージは向こうに持ってこようとしてます。このままダウンスイングの時もグリップより親指が上、インパクトの時もグリップよりも親指が上、知らず知らずのうちにトップダウンでグリップよりも左の親指が下に来てしまっている人はとても多いです。このハンドファーストに大切な左手の小屈をやる方法としては、僕は一番シンプルで確実に簡単に小屈のままインパクトができるようになる方法としてお勧めしています。不思議なもので、ただ左の手首を小屈させよう、シャットに使おう、どんなに思ってもトップの時点でグリップの下に左の親指が入ってしまうと、やったつもりでも結局できません。手首を小屈させる、フェースをシャットに使う、クローズに使うとイメージするよりも、単純にグリップの上に左の親指が来る、思い切ってこのイメージを持ってみてください。するとほぼどなたでも簡単にしっかりとした左の小屈ができるようになります。そしてこの形がしっかりギュッと力入りますが、しっかり力を入れてグリップの上に親指が来る、指の方がネタになるように、この形ができたらこのまま感覚的にはアッパーに体をこう使う、軸を右に傾けて下から上に振っていくとハンドファーストで打ててきます。ほとんどの方がトップで親指がグリップの下に来ているので、オーバースイングになり手首が背屈をしてしまってオープンフェースになっています。この状態から体をアッパーに使うとダフってシャンクしてしまうので、この手首のせいで体を突っ込んで手を返して打つ、この動きになってしまって問題が起こっています。トップの位置でグリップの上に親指が来る、両方の手首を使ってギュッとギュッと、この意識を持ってトップの位置を作ってみてください。今までこれができてなかった方は、いきなり正しい左手の小屈ができると引っかかってしまうかもしれません。それはオープンフェースで球をまっすぐ逃がして打ってた名残なので、グリップよりも親指が上、この位置関係を守ったままスイングする、
親指が下に入らないように。ちなみに前回縦コックあまり使わないでくださいというレッスンをしました。縦に手首を持ち上げた状態で小屈というのはできません。手首を小屈させるためにはどちらかというと向こうに倒れていないと小屈できないんです。倒れていると小屈、持ち上げると背屈。なのでトップで親指をグリップの上に持ってこようと思うと自然に縦コックが入ったオーバースイングも修正されます。コリン・モリカワ選手やダスティン・ジョンソン選手、ケプカ選手、みんなトップで強烈な小屈が行われていますが、小屈しているということは間違いなく縦コックは入っていません。チャグル理論的シャリとネタ、一度お試しください。それでは。